きいお買い物してきた。パソコン1ヶ月半ぐらい前。じゃじゃーん、サーフェスさん、マイクロソフトのサーフェスさん。これとこれとこれって3つ、本体とキーボードとサーフェスペン。今回買ったのはマイクロソフトのサーフェスプロ7です。内容がメモリーが 8GB、 第10世代の Core i5 256GB を買いました。こちらのお値段が153,780円。サーフェスの恐ろしいのはこのタブレットの部分だけで153,000円ぐらいする。で、こちらがこれ専用のキーボード、これが19,400円ですね。で、これが専用のサーフェスペン、これが12,790円。ビッグカメラの小島で買いました。このとこで最初にお会計してさ、これポイント還元率 10% にしてもらって、これやって、これでついたポイントでほぼほぼタダで買ったの。12,790円だとのポイント使って実際払ったお金375円。これで予定としては学割使って14,000円ぐらい安くなる予定、学割が通る。開けまーす。じゃーん、電源ここですよ、ボリュームここですよ。これ顔認証でカメラ、 USB-C タイプ、 A タイプ、コネクタ、この本体と、この辺 Mac と似てるよね、 Apple のやつ。説明書と、これはあのオフィスがついてる、あの Excel とか Word とか PowerPoint とか無料で、シリアルコード入れたら使えるような。これが、これは電源ですね。じゃあとりあえず開けてみる。開けます。じゃじゃん、買ったのはブラック、ピカピカ。こっち開けたら立つ。ここまではタブレット。これね、最近のパソコンで、これは電源のやつが、もうめっちゃ YouTube で動画見たからね、このコネクタのところにポチッと入る。こうやって使える。差し込みじゃないかな、このでもちゃんと線が外れてくれる。次、これキーボード、早くアイスブルーの色を変えました。こんな薄いのがキーボードって、こっちよりこっちが重たいからね。布ではないよね。こっちがさ、普通のパソコンのキーボードよりか感覚狭いって、なかなかタイプミスとか起こしやすいって。最初サーフェス5よりかは大きいから、まだいいと思う。あれもっとちっちゃいからさ、スケールの簡単だよ。こっちにさ、あれからさ、しっぽり、これでパソコンになった。あればただのタブレット、重たいタブレット、タブレットになるからフリックとかで。お次がサーフェスペン、長生きするって。筆圧がさ4096だった。乾電池なんです、充電式じゃない。アメリカとかめったに売ってない乾電池、単6電池、4096段階の筆圧感知と傾き検知機能が搭載。ネットで見たのがさ、ここでまあ書いてさ、これで消せるんだけどさ、消すっていう作業、反対にしたら、これで書いて、これで消すって作業だけど、ここにショートカットが付けられて、1回押した時に何のソフトが開くようにとか、2回カチカチってやったら何とかのソフトが開くようにってショートカットができてる。うちにさ、ひっつくんです、なくならない。こっちもひっつくし、ここでもひっつく、ワンセットになる。便利そうでしょ、ハイテクって。本当はこのお値段でもっといい性能のパソコンはたくさんあるんだけどさ、なんかこれが気に入ってる。から昔持ってたパソコンがあまりに重すぎたから、こんだけ軽くてさ、これ1キロ切ってるはずだからさ、すごい。じゃあ電源入れてみる。これ買った。
よりかはさ、エンジン赤。こんにちは、コルタナと申します。なんか喋った。またはキーボードを使ってできます。うん、声が変わった。音声が必要。ピンをセットアップしますか。カナを覚えたくて。アンニョン。アンニョン。アンニョン。すごいね。かわいいかな。こんなに生えてくるってるよな。ユニコーンやった。うん。顔でかい、とっても。ハッピー、うん。じゃあら。超うまそうな。何これ、アイスクリーム？土に見えなくもない。クッキー&バニラクリーム。じゃらん。酸素。ね、いいですね。食べていい？はい、どうぞ。食べるよ。やばいね、これ。考えた人、天才。うん。柔らかかったら思ったよね。うん。ふわふわなのよ。うん。これは贅沢ですね。うん。超贅沢、アイス。カロリー。この一箱食べたら今さら756カロリーって思ったより少なかったって思ったのかな。これ思ったより柔らかいんです、ふわふわ、うん、もっと冷えるのかな。ちょっとティラミスみたい、下の方。うん、ティラミスよくわからんけど、なんかムースみたい、この味噌麺のやつがね。うん、一番やだけど、パンケーキみたいなね。パンだよ、ケーキ。アイスからでもケーキみたいな、スポンジみたいな感じしない？うん、うん、どうする、全部調子乗ったら全部余裕で食べるっすよ。終わる。うなる。これは上の感じがさ、大鍋屋のさ、あれも結構柔らかい。クッキーではないね。もっとガンガンに冷やしたら変わるのかな。手で、そうになってない。微妙になってるのかな。なんか大きいカステラに見える。うん。右手でアイスクリーム食べてさ、左手でバームクーヘン食べてる人が、ね、午後なんて欲しいかな。そうになってるのが分かる。あんまり綺麗ではないよ。まっすぐじゃないさ。ダメだ。ふわふわ、うん、それは大丈夫です。チョコクッキーバニラアイスみたいなだけが硬くなった。うん、どっちがいい？この中間ぐらいがいい。昨日の柔らかさでいいけど、冷たさは今日ぐらいがいい。はみ出さない。大人と子供のためのダイエットよ。カラフル。飲まなくていい。うん、これもあるしさ、いろんなのもあるよ。ドラゴン。いろんなのがあるでしょ。どんな手持ちがある。お花。これこの人大きくなるよね。細かく。これはなんか多分有料だと思うんだけど。これだったら細かいのは自分でできます。入っていくのね。カバーは肌触り。革のじゃなくて、この布っぽい、オスレット。2000円するかしないか。カバーはもうこのタイプ系って決めてたけど、求めてた手帳のサイズのこのカバーがなくて、もう手帳もじゃあもうこのサイズにするかってことで、これにした。これのもうちょっと大きいやつ。英語サイズのが欲しかったけど、手帳が。
英語サイズの手帳もないし、かつこんな系のカバーが英語サイズがなくて B6 サイズしかなくてから、他のカバー見てもって決まるものがなかったから、じゃあもうこれに合う手帳にしよう。東急ハンズ2件中身手帳だけじゃなくノートも差し込めて、で例えばまあ手帳だけでもいいけどさ、でこれが手帳だとしたらさ、こうなってからさコンパクトに書き込めたり、でこっち向きじゃなくてもさ、こうだとしてもさ、こうなってからこっちで書けたりもする。んでここに挟めるし、紙とか挟めるし、ここに入れられるのもあるし、ここも入れられる。で、こっちも入れられる、挟める。いろいろ挟める。それはこれにして。あ、バーチカルの手帳が欲しかったけど、バーチカルの B6 のサイズの手帳がなくて、もう今回はバーチカルなしにしました。で、こんな風にかけて、もう月のは絶対これ欲しいわけ。で、余白と、下にも余白がある。いろいろかける。裏は、特にあんまり好みのものはないんだけど、このタイプの、あれはね。ただ、こうなって、10月書いてからさ、前の手帳はさ、こうなってあったらさ、なんとかさ、こんなんとかさ、書いてあったら、次が次の月のページだったわけ。こんな感じで。で、後ろにメモみたいなのが書いてたんだけどさ、やっぱりバラバラだと不便だなと思ってから、この月のことで書きたいことがあれば、同じ月のところに書いた方が、予定とかなんか細かいこと書きたければ書けるかなって。本当はバーチカルが良かったけど、ないからしょうがない。あとこれはちゃんとこのページ開きやすい。5月見たいと思ったら終わってればさ、ちょうどこれで6月とかなってできる。いいと思うよ、悪くはないと思うよ。これは9月からのだから、9月始まりで2021年の12月で終わるから、これが終わったら1月からの手帳に切り替えられはする。手帳がもともとスタートしたのが9月始まりだったから、切りよく買われるタイミングではなかった。書いて手帳つけたいと思ったらさ、9月だったんです。このシリーズはこのタイプしかないから、高くもなく。違いはマスがついてる。前のは横線だけ、何もない。これは薄くて持ち歩きやすかったけど、親の件でスケジュール調整とかもなんか電話でやり取りするから、ちょっとしたお母さんのことはここに挟み込めるからさ、書くっていうよりかは、なんていうの、いろいろ書けるようにしたいから、もうちょっと手帳の量を大きくしてからさ、重たいけど、あれもこれも持つよりかは重たいけどさ、一応リュックで持ってるからまだいいけど、どういう使い道にするか、これはまだ決めた。これはもともとついてるやつね。カバー買った時に、料理ついてるやつ。ノートは上等だと思うよ。こうやって、ここにかけるからさ。仕事で使おうか、プライベートで使うかはまだ悩んでるって。アホみたいにいっぱいあるっていろんなのが、悩む。これはさ、手帳初心者を脱出した人、書くことがある人、ここ以外にも書くことがあったりとかメモしたりすることが多い人にはいいんじゃない。でも学生でも誰でもだと思うけど、黒以外にさ紺はあった。あとこれの革タイプ、こっちが合皮のタイプも、そうそう、もうあったよ。布がいいと思ったんです。できると思うよ。いろいろ書けるからね。もうなんかさ、メモリーノートなんかいろいろ書いたりとかもできる。そう、表の方に3年のカレンダーと、これがなんか目標みたいな、
ビジョンとデータと年間のプラン、マニュアルとか月ごとのイベントとか3ヶ月ごとのなんか見れるとか、ここは多分使うことないと思うけど、いつもペンがどっか、これにやったらさ、なんかボロボロになっちゃうんですよいつも、とか外れてたりとかさなるから、ちゃんとペンが変えるところいいよね、うん、うん、手帳自体に2つあってカバーに2つついてる、いろいろ使えるよ、うん、これはさ、この手帳からグレードアップするときはバージがあるのに行きたいけど、あれはもっと時間の刻みが細かいあんちゃんみたいなタイプがいいと思う。そんな、なんていうの、自分結局1日の3分の1は仕事だからさ、仕事は仕事だけど、ここになんか細かいこと書くことはないからさ、仕事外の時間帯でなんか自分でなんかルール決めてやるんだったらあれでいいと思うけど、まだあれはちょっとまだ早いかもしれない。